はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト景色続きやっていきたいと思います。今回ですね、まあ5番目だね。6、7、8まであるんだ、とりあえず。だからなんだけど、4のね、今日も解放したわけですよ。星3でね。ただ14万点取らないと海流入らないから、まあそんなもあったけど。ね、内海強とかさ。前回入れようと思ったけど無理だったね、ここはね。強くて。いくつなんこれレベル。26か。とりあえずどうすかな。5番目。5番目どうなんだろう。ストーリー見ようか。もうそろそろ、お、天空を。ドラケ4か、ここ。世界樹。砂漠にあるってことはドラケ4か。砂漠だよな、多分。今の。雲じゃないよね。地獄の門番。天空の剣があるの。いや、そうなんだけど、このレベルは？お、何かしら木の上の方から声が聞こえるわ。気になるけど、私が世界中を登るのは無理ね。ふむふむ。カズボ、私たちが確かめに行きましょう。はい、ステイスさん、上に登っていきましょう。そうなんだけど、美しい刀身の剣が刺さっている。しかし、カズボには抜けないようだ。まあ、1ステージ増えてるよね。ああ、マタンゴ。ベルザブルとかいるね。ここが24か。だから、こことか内海峡とか、内海峡の方がじゃあ難しいのか。ここをやって内海峡の方がいいのかな、じゃあ。新しいギミックが出てると思いますけど。とりあえずまたいつもみたいに飛ばしてボス戦とかね。まあちょっと隠しとか。で、前回の動画の、まあ隠しステージ見つけたんで。マヒャドフライの方か。マークがついてるところがあるわね。回転するのか。乗っているものがマークの向きに動くのかな。マークの向きに気をつけて、レッツ消し消し。まあ、そうだけど、そんなね、器用にいかない。だから奇跡的に出来上がるの待ったりとかするしかないよ。うまくいけばいいけど、うまくいかねえんだよ。あ、でも、そうか、こういうチャンスもあんのか。レベル不足だね。あ、よかった。結果もらいみたいな感じになっちゃったけど。あ、倒しちゃった。もったいね。今技で倒そうと思ったね。技で倒したらスコア上がってて。いいね。うん。技で倒したら3行ってたかもね。それはいいんだけど、一個隠し出してね、まあ、ツイッターでもつぶやいたんだけど、回復呪文で、合計300以上回復したら解放された、ステージ4ね。今5なんだけど、今それ紹介しようと思ってね。先に。ここは？お！テラノザースみたいなの、ちょっと待って。いらっしゃいませ！で、まだ取ってないんだけど、4のさ、隠し紹介しますね。まあ、取れるかどうかわかんないけど。ここの、ここね、ハテナ。回復合計380出したらね、このデスセーレスが出てきたんで。頑張ってね。まあ何回かやってたら、サボテンボールと一緒やね。何回かやってたら多分、ケチケチ取れると思うんだけどね。
まあ、いけないことはないけど辛いんだよね、結構。なんか最初の攻撃吹雪強いんだけど下にしか打てないっていう、まあそういうのはありますけど、ダメか。まあこれが景色地になれば、まあ、手に入るっていうね。まあ何回もやるしかないね、ここもね。おめでとう。アタック3のサポート1の回復1ぐらい入れとけば、まあバランスはいいかな。いらっしゃいませ。ということで、まあ新しいの出るまで進めちゃいますね。ここも新モンスターなんでちょっと見てみようか。まあこんな感じで、お、走りトカゲだった。テラノザースやね。テラノザースがピンク色っぽいやつか。しばらくやってないと忘れるもんだ。テラノバットとか言ったらね、フォーはね。まあ、なるべく合わせられるとこ見つけたら、それ合わせてた方がいいですよね。もう当たり前のことですけど。宝が出やすくなるから。なかなかチャンスが芽生えませんけど。1個ぐらいケシケシになってくれればいいのね。ギリか、すれ違うな。いったかな。もういっちょ。なかなかやっぱね、いいね。
3はいかないんだけど、レベルが低いからね、まだね。星5前回取ったんだけど。まだレベル26とかだから、まあ60、70まで上がるっしょ。じゃあもう目つぶってても星3ぐらい取れっかなとは思うんだけど、違うんかな。もし雲がかかった宝箱が欲しいなら、ドラ消しタイプを赤だけにしていってね。赤だけにしていく？雲がかかった宝箱しか、ドラ消しタイプを赤だけにしていってね。わあ、大きな木だね。ふふふ。なんだ、ふふふって。赤だけにしていく？いらっしゃいませ。まあ、ちゃんとヒントはくれるんだよね、こうやってね。最高に6000だもんな。だから赤って言ったってレア度あんまねえからさ、1個でしょ。こうやっていくしかないもんね、強いやつね。いや、しかし赤ひどいな。これだけでいけるわけないじゃん、こんなんで。やっぱりね、1時間ぐらいかかるわ、普通にクリアしてきてもね。まあ、19まで来たけど、ボスだよね。マシャドフライとかさ、何？走りトカゲだっけ？あんなんとか、ありましたけどね。地獄の入り口の門。盗賊だとね、相手も落とすんだけど、ダメージ出ないからね、明治ももんじゃに変えた。なんか外がめちゃくちゃ騒がしいんですけど。いいわね。おお、はえい、この調子。はえい、はこの調子。おお、はえい、はもう一丁。なんだ、外が騒がしい。はい、今ずれちゃったね。グレートラゴンね、欲しかったのにね。おお、もう行っちゃ、えい、おお、いいわね。えい、は、えい、おお、もう行って、えい、おお、いいわね。えい、おお、は、えい、は、おお、すっごい。えい、すっごい。行け、運命の剣よ。いや、あんまダメージ出ないね。この調子。もう全部行くのはいいよね。いいわね。行くけどダメージ出るけどさ。氷じゃダメだね、やっぱ火とかなんだね、ここは。まあ余裕あるわ、まだ。まあ、星3じゃないと多分、あれダメなんだろうね、今日はね。ということで、なんだろう。一個前のステージの今日のところを攻略できるぐらい頑張りますね。裏でレベル上げときます。さすがにきつい。ね。だから、ここを星3じゃないといけないってことだよね。でも、あ、ここは繋がったのか。いや、繋がってないよね、まだね。ですよね。帰りは怖い。何がいるの？ああ、グリーンドラゴンがいるんだ。へえ。
はい、ということで今回これ終わりたいと思います。いらっしゃいませ。まあそうだね、もうコツコツやるしかないね。ここら辺まではサクサクくるけど、この先は本当にレベル上げないときつかったりしますんで、まあね、攻略できそうな時また動画配信しますので、よろしくお願いします。まあサクサク出ましたけどね、まああのどう、まあ、進んだところイコール、まあ、配信って感じにできればいいかなと思ってます。他はねちょっと取りだめあるので、そっち側もねちょっと頑張りながら合間見ながらちょこちょこやっていきたいと思います。ドラクエタクトとかもねそんな感じなんでね、よろしくお願いします。で結構ねツイッターにも書きましたけど、8種類ぐらいゲームやってますので、まあ何を多めにとかね、まあ、調節ありますんで、そうだね、こっちの方を目指してくれとかちょっとできないんでね、よろしくお願いします。